中日西部29日、バンテリンドーム。俳優の福本莉子が始球式を務めた。背番号、614のユニフォームを身にまとっての投球は、かなりの山なりだったが、ノーバウンドのストライクで捕手のミットに収まった。その瞬間、両手を上げてぴょんぴょんと飛び跳ねて喜んだ。写真、48歳とは思えないキュートさ、神宮で内田幸が29年ぶり始球式。 SNS でもノーバンでナイスボールジャンプして喜ぶの可愛すぎたわら、ストライク。でございました、飛び跳ねて喜んでるの可愛すぎ、などと、投球後の福本の様子にコメントが集まった。福本は6月14日に公開される、愛知県で起きた実話をモデルにした映画、ディアファミリーに壷い神役として出演。登板前には、 6月14日公開の映画「リア・ファミリー」で坪井神役を演じました福本莉子です。吉見さんが好きだった中日ドラゴンズの試合で始球式をさせていただきとても幸せです。初めての経験なので少し緊張しますが精一杯努めさせていただきます。とコメントしてい